お手持ちの真珠のイヤリングをピアスに変えてくださいという加工をよくお客様の方から言われます。これは、どんな真珠のイヤリングでもほぼ可能です。では実際どんな風にやりますか。これが、パールのイヤリングになります。このパールをイヤリング金具からこう外します。次にこちらがピアスのからくりになります。このピアスの金具を今度外したパールをこのようにはめ込みまして接着で完成です。これはどんな大きさ、大きな真珠でも大体つきますかね。大きさは関係ないです。はい、実際には金具を交換しますとこのような形ですね。このような